こんにちは、作るに夢中、三峰すずです。世にも珍しい歩くファミコン、眩しい放電が奏でるメロディー、自作 CPU、 そう、 CPU は作れるのです。ペンがちょこまかと動く、見ても楽しいペンプロッター。今日はものづくりの祭典、メーカーフェア東京を探検します。メーカーフェアは、ものを作ることに取り組む個人やグループ、メーカーが集まるイベントです。新しい開発、楽しい作品、これ作れるの？という自作プロジェクトまで、たくさんの作るが詰まっています。会場内はたくさんのメーカーと作品、そして作品に興味津々な見学者の熱気で盛り上がっています。この動画ではたくさんの出展のうちほんの一部を紹介します。ぜひ各地のメーカーフェアや来年のメーカーフェア東京を訪れて、リアルに感じてみてください。それでは探検してみましょう。冒頭でも紹介したこちらは歩くゲーム機です。ファミコン、セガサターン、プレイステーションなど往年の名機が多脚ロボットとして歩き回ります。無線式のリモコンで操作できて、そのリモコンもゲーム機のコントローラーの改造だったりします。子供たちにも大人気です。イベント環境の厳しい電波状況に対応したり、故障することもあるサーボモーターを現地で修理したり、現地で動かす工夫もいろいろあるようです。こちらは巨大なロボット、ファイバリオンです。全高 2.5 メートルにもなるロボット、存在感抜群ですね。専用グローブを装着すれば指を動かすこともできます。ファイバリオンはイベントにしばしば出展されているのですが、見るたびにその大きさと動く様子に圧倒されます。ペンプロッターは機械がペンを持ち、文字やイラストを描画する機械です。たくさんのペンプロッターをずらっと並べて動かしていたり、とても細身ながら広い面積をかけるペンプロッターだったり、イベント会場で色紙を書くためのペンプロッターだったり、自作ペンプロッターの輪はさらに広がっています。これは驚きの製作です。カラーイメージセンサーの自作です。スマホのカメラにも使われる光を電気信号に変えるイメージセンサー、これを LED を使って製作する試みです。 LED は本来光るものですが、これを光を受け取る方法で使って写真を取り込むことに成功しています。2の LED のコントロールのために基板レイアウトも工夫しているようで、発想と実装に驚きです。 CPU の自作に挑戦する方々もいます。NANDのロジック IC で 16bit CPU を作る試み、基板 IC の数がすごいです。こちらは同じく NAND ですが、フラッシュメモリの NAND による CPU 制作です。フラッシュメモリに向き合い続けているキオクシアの技術者だからこその発想ですね。こちらは M5 スタックのブースです。ものすごい勢いで新商品がリリースされる M5 スタック、
今回も新しいものがありました。くるくる回るこれはまとめて複数コントロールできるモーターユニット、タブ5という大画面キーボード付き端末。何を作ろうかワクワクしますね。ところで M5 スタッククリエイティビティコンテスト2024の結果発表パネルもあったのですが、なんと IoT アイディア賞を受賞していました。やったー。鈴もお世話になっているビットトレードワンも出展しています。ビットトレードワンは同時ハードウェアなどの製品化をいくつも手掛けています。メーカーフェア東京は私の設計したマイコンボード鈴の 32RV の発売1週間前、新商品として展示がありました。また大人気の USB ケーブルチェッカーの試作品もありました。機能大幅アップでさらにケーブルの素性が明らかにできますね。ここでは巨大コイルにより曲を奏でています。高周波で動作するテスラコイルでの放電をうまく制御することで人間の耳にも聞こえる音としています。テスラコイルの駆動のためになんと自前の発電トラックを準備し、ここから電源を供給しているそうです。また制御のためにノイズに強い光通信モジュールも開発されたとのこと。限定された条件要件から生まれるニッチだけど実用の品、こういうのも興味深いですね。広く知られた概念もユニークな発想も様々な政策を見て回ることができました。メーカーフェアに来ると今なら何でも作れる、そんな気分になれます。今まで作ってみたかったけど踏み切れなかったもの、それ作ってもいいんだと既成概念を壊してくれるもの、作る元気をチャージできたような気がします。この動画でお見せできたのは数多くの出展の中でもほんの一部だけです。メーカーフェアや各種のものづくり系イベント、ぜひ実際に訪れてみてください。このチャンネルでは自分で作ったり他の方の作るを観察したり、さまざまな作る楽しさを発信していきます。ぜひ高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローをお願いします。では次の動画でお会いしましょう。またねー。